ちは、スノボーダーの青木玲です。さあ見てください、丸沼も吹雪のように雪と風が待っております。いいコンディションです。この辺の雪もパウダーっていう感じだったんですけれども、今日も僕は丸沼高原でレッスンさせていただいたんですね。でこういう雪が積もってるゲレンデなので、みんな滑ると結構モサモサしてくるじゃないですか。表面柔らかくってモサモサしてると、やっぱりエッジに乗ってギューンってあの遠心力感じるようなカービングっていうものはなかなかできなくなっていくんですね。じゃあこういう雪が結構固まってモサモサした時にはどんな滑りをしていくといいかっていうのを、今日のレッスンでもいろいろお話しさせていただいて、で今日の YouTube の方はその中の一つをちょっと紹介したいなと思います。ヒールサイド側の前膝の話なんです。今年もですね、やっぱりヒールサイドは前膝伸ばしてカービングした方がいいんですよねっていう風に聞かれたりとかっていうのがゲレンデにいるとちょこちょこあったりするんですね。で僕いつも YouTube の方では、ヒールサイド前膝伸ばす必要ないですよ、カービングするんだったら別に伸ばそうとしなくて大丈夫ですよっていうお話させていただいてるんですけれども、この表面が柔らかいパウダーのようなところを滑るってなると、体をいきなりターンしようと思って傾けたりすると、おっとっとってバランスを崩しやすいんですよね。でヒールサイドに限ってはこの曲がってる前膝伸ばせばヒールサイドエッジに乗れる姿勢がもう作れるから、こういう柔らかい雪するときには体ごと動かすよりもちょっと足元気にして滑ってみましょうっていうのが今回お伝えしたい内容となります。でこの前膝を伸ばすとヒールサイドは板立つよねっていうのを普段の圧接バーンでも利用すると、これでもカービングはできるんですね。ただこれエッジに乗ってスーッて滑っていくようなカービングだったら十分この前膝伸ばすっていうのもできるんです。でも膝伸ばすってことは姿勢ちょっと上がるので、これ以上板立てようと思ったらまた下がんないといけないですよね。するとタイミングが遅れたりとか、なかなか下がりづらかったりすることによって、カービングの一番の醍醐味である遠心力っていうのがちょっと感じづらいんです。エッジに乗って滑ることはできるんだけれども、曲がっていってるなっていう体感をちょっとしづらいのがこの前膝使うっていう方法かなと思います。だから僕はいつも前膝伸ばさないでしっかりと乗っていく方がいいですよっていう風に、カービングするような時にはそういった手法でお話しますけれども、雪柔らかくなってきたらこうやって足元使うっていうのも十分利用して、スノーボードいろんな雪質で楽しんでいただけたらなと思います。本日は柔らかい雪の時には足元を使っていくと滑りやすいから、前膝伸ばしてヒールサイド入った方がいいことも結構多くなりますよというふうに、カービングとちょっとフリーランみたいな感じで分けて前膝のことは考えてみましょう。それではまた、スノーボーダーの青木玲でした。